それでは今度はですね、後半ではその有理数のその、まあ、小数表記もしくは循環小数表記からの復元についてその議論をしたいと思います。で、まずここではですね、 Z をですね、まあ、t 分の s という有理数とします。でここでまあ、S と T に関しては分母 T の方が、まあ、S より大きいこと、それから、分母分子はともに比符であることを仮定して、でさらに、分母と分子 S と T はともに、まあ、ある M という整数で抑えられているものとします。でそれからもう一つの仮定なんですけれども、まあ、2M の2乗を上回る後10の形状が上回るような、そういう K に対して、そのこの有理数 Z の小数表記がその小数大 K 位まで、これ十進ですけどね、十進で小数大 K 位まで分かっているものとします。で、この時、まず今日は結論から示しますけれども、次のアルゴリズムを使ってこの Z、 有理数 Z の規約分数としての表現を得ることができます。入力は Z イコール T 分の S の小数表記ですね、もしくは循環小数でも構いませんが、まあ、小数表記の B で、であとは M というのはその、まあ、Z の分母と分子の値の大きさの乗解ですね。でそれからあとはそのこの M に対してその10の形状がその 2M2 乗を満たすような K ですね。まあこういう入力が与えられた時に、このアルゴリズムの出力は、この Z の規約分数表現、T プライム分の S プライムを得るというものです。で、計算内容は以下の通りです。とまず最初にのステップで10の形状を変数 n に代入しまして、それからここにありますようにその b の n 倍ですね、 b の n 倍のこれはフロー関数ですから b の n 倍の整数部分をこの b' という変数に代入します。で2番目のステップではこの1番目で定義した n と b' に対してこの n と b' から始まるその拡張ユークリッド誤助法による常用列を計算します。で、そしてまあこの常用列をまあ ri, si, ti というふうにじゃんじゃんじゃんと計算していくんですけれども、そこでこの rj がその m よりも小さくなる最小の j を、インデックス j を求めます。で、そうしますと実は、この時のですね、sj と tj からその実は求めるべき有理数をが得られるっていうのはこのアルゴリズムの性質なんですね。で sj を s' と置いて、でマイナス tj を t' と置いてですね、でこの t' と t' 分の s' というのが、求めるべき有理数の規約分数表現ということになります。一応このアルゴリズムの根拠となっている定理はその事実だけ紹介しておきますけれども、これはテキストですと定理 4.83 にありまして、で今のアルゴリズムの出力 t' 分の s' というのがその実は与えられた小数表記 b が表す有理数 z の規約分数表現になっているということがわかります。というわけで、ここでですね、一応例題でですね、実際にその計算を行ってみることにします。この例題はテキストの例の 4.83 というところにあるものですけれども、まあ、有理数の小数表記からの復元ということで、まあ、循環小数が与えられているものとしましょう。ここにありますような 0.285714 を、まあ、規約分数で表しましょうということですね。でまあ、この数字の並びはこれまでにも紹介しましたけれども、
まあ、分母として7が関わってくるっていうふうにこうパッと見て分かる人は分かると思うんですが、でまあ、答えから言うとこの循環小数が表す規約分数は7分の2なわけですけれども、これまでの方法ですとその、まあ、この授業でも行いましたけれども、その、まあ、例えばこの7分の、まあ、なんてこのように循環節の桁数が6桁あったと場合には、その、まあ、この与えられた有理数を、まあ、R と置いたときに、この R をこの循環節の桁数だけ大きくした数ですね、この場合だと10の、1、2、3、4、5、6乗倍ですかね、の R を作って、でその引き算を行うことによって、そのこのような形でその規約分数表現を求めていました。で、この方法の問題点としましては、そのまあ分母がですね、そのまあ、m ぐらいの大きさで見積もられるときに、その循環節の長さですね、受信の桁数が大体オーダーの m になるということです。でこの場合です と、まあ、循環節の長さが6桁なんですけれども、まあ、その際に計算するべきこの分母分子の桁数が、まあ、大体6桁、すなわち10の6乗か7乗ぐらいになるということですね。でそうするとやっぱりその循環節の長さに比べて計算すべき数の桁数がどんどん増えていくということで、まあ、計算が大変なわけです。で今回はそのこのですね、循環小数を表す有理数の計算を今紹介したアルゴリズムに従って計算するとどういうふうになるかということを紹介します。今求めたいのはこの 0.285714 の循環小数を表す規約分数ですね、 t 分の s を求めたいということです。でそこでまずアルゴリズムの入力としましては、このまず b としてその、まあ、しかるべき条件を満たす桁数までのそのこの r のですね小数表示を入力します。まあ、この場合ですと、まあ0.285714 と小数第6桁までで十分ですので、まずこの値を b と置きます。でそれから今度はその次の値なんですけれども、このまあラージ m っていうのが今求めるべきその有理数の分母分子のまあ上階としましょう。でこれがラージ m が7というふうに分かっているものとします。でそうしますと2×m の2乗ですね、この値を計算すると 2×49 で98なんですけれども、この 2m2 乗を10の k 乗が上回るような k の最小値を出しておきます。そうしますと98を上回る10のべきで最小のものは10の2乗100ですから、そうするとこの時の指数は2なわけですね。よってここではその k を2と置いておきます。そこで n をまず10の2乗100というふうに置いておきまして、それから b' としてこれは b をその n 倍した数の整数部を取ってきます。ここで b は 0.285714 で n は100でしたので、0.285714 を100倍しますと 28.5714 になります。でこの整数値を取ると、整数部を取ると、これは28というふうになるわけですね。で、ここで注意していただきたいのは、その従来の方法ですと、その、ここに当たる数に、その循環節を丸々、その、1周分、何倍した値を取らなきゃならなかったんですが、ここでは、わずかその2桁分だけ取ればよいと。2桁倍だけすればいいということに注意してください。で、これを使って、100と28から、の始まるその拡張ゆっくりとご情報の計算を行います。でこうどんどん割り算を繰り返していくわけですね。でそれでどこまでそのこの割り算を繰り返していけばいいかというと、乗与の RJ が分母分子の上階 M を下回るまで計算すればいいわけです。でそうしますと R の4を計算した段階で R の4が4になって、でこの M イコール7を下回りますから、ここで計算をストップします。で、その時に、まあ、S と T、
S4 と T4 の値が出ているんですけれども、実はこの S4 と T4 がその規約分数矯正の鍵になるっていうんですね。で、どういうふうにすればいいかっていうと、S4 は分子に持ってきなさいと。で、T4 はマイナス1倍して分母に持ってきなさいと。そうすると、なんか不思議な気がするんですけど、ちゃんと7分の2という規約分数表示が得られるというわけです。というのが、今日後半でですね、その紹介するその、まあ、小数表記からの有理数の復元でした。ここまでよろしいでしょうか。というわけで、今回は、まあ、2つの話題を取り扱ったんですけれども、まあ、1つ目はその有理数を常用感に埋め込んで計算する方法で、それからもう1つはその有理数の小数表記からその規約分数表示を復元するという方法を、まあ、共にその各所ゆっくりとご助法を用いて行う方法について説明をしました。で、次回は、今度はその中国常用算法の応用例を一つ紹介しますけれども、これは中国常用算法を応用したアルゴリズムの一連のアルゴリズムがモジュラ算法というふうに呼ばれる一連のアルゴリズム計算がありますが、次回はその行列式の方計算と呼ばれる計算法を紹介します。テキストではセクション 4.9 にあたりますので、まあ、必要な方は予習をしてきてください。それでは今日の講義はこれで終わりにします。お疲れ様でした。